アンドリュー・フランシス・ランボーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ニューベリーパーク出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2017年現在は、独立リーグアトランティックリーグの、ブリッジポートブルーフィッシュに所属。2007年の MLB ドラフト40目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。2009年には、A 級チャタヌーがルックアーズでプレーし、 サザンリーグのオールスターゲームに出場した。2010年5月1日に禁止薬物違反として50試合の出場停止処分を受けた。2010年7月31日にオクタビオドーテルとのトレードでジェームズ・マクドナルドと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。2012年は手首の故障でほとんどの試合を欠場した。2013年 AAQ アルトゥーナカーブでプレーし、 4月8日の試合ではサイクルアンダを達成した。8月12日にメジャー初昇格し、翌13日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビューした。2015年も開幕から25人枠に入ったが、5月6日に左側定筋幕炎で15日間の故障者リスト入り、6月26日には60日間の故障者リストに移行しそのままシーズンを終え、 20試合の出場に止まった。2015年11月6日にウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍した。2016年は開幕からマイナーオプションでトリプル A 級ナッシュビルサウンズに配属された。4月4日にメジャー昇格したが4月7日の1試合1打席の出場に止まり4月8日にトリプル A 級ナッシュビルに降格した。 6月に清掃腫瘍の手術を受け、7月4日に60日間の故障者リスト入りとなった。10月6日に40人枠から外れた。2017年5月15日に解雇となる。6月6日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約。ありがとうございます。